可愛いって言ったでしょ。あー可愛い、やっぱり可愛いですよね。ママちゃん、オレオの勘違い野郎が発動するからやめてもらっていいですかね。そっくりだ本当に。モーニング、プリプリ。はい、お待たせしました。慌てなくても食べられるから大丈夫ですよ。鏡を持ってきたんじゃないですか。今忙しいんです。ママキュンのお遊びに付き合ってる暇ないんですよ。でもなんかおかしいですね、動かないですね。まさか新しいモルモットを連れてきたわけじゃないですね。ほらルリとキュンちゃん見てる。ルリとキュンちゃんそっくりね。ね、すっごく可愛く描いてもらったよ。このさ、毛の一本一本をさ表現してもらってるの。トイレに行ってくるです。素敵ね。ね、素敵ね。ルリ聞いてる？はい、株の葉っぱは最高ですよ。ん？そっくりだよ、ルリタ。これは鏡じゃないんですか？ね？ああ、なんだ、写真ですね。そっくりじゃない。ねえ。そりゃ写真ですからね。このさ、毛がパヤパヤしてるでしょ？こことかさ、ルリのさ、この毛のパヤパヤもさ、一緒だね、ルリタ。写真ってそういうものなんですよ。すごいね。まあ確かにすごいですけど。ということで、このイラストはインスタグラムのお友達が描いてくれたんです。ご注文は DM から送ってほしいんですね。モルモット以外の動物も頑張って描いてくれるそうですよ。今注文が殺到してて大人気なんだそうですよ。このクオリティだから欲しい人もいっぱいいるはずですよね。納期は通常10日から2週間程度なんですけど、今は3週間程度時間をもらいたいって言ってたんです。そしてイラストを描いているご自身が妊娠されていることもあって、納期に変更がある場合は随時お知らせしてくれるってことなんですよ。あと注文の時は必ず詳細をよく読んでからオーダーしてほしいんですね。まあ自分たちの分身ができるっていうのは正直めちゃめちゃ嬉しいんですね。大切な家族との思い出作りに